はい、今日はディズニーモータースのドリームスター3ミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションとグッディキャリー10周年アニバーサリーエディションを開けていきます。で、今回のは販売店特別仕様になります。じゃあ早速開けていきます。おお、これも綺麗だね、可愛いね。で、もう一つがグッディキャリーの方だね。おお、綺麗だね。しっかり見ていきます。こっちがドリームスター3ミッキーマウスの方だね。もう全体的にパッと見た印象がディズニーモータースらしい可愛らしいデザインだね。で、正面のグリルのところにはこれはミッキーの隠れミッキーかな。で、ボンネットの横のところにはドリームスター3ってプリントされてます。で、ちゃんとサイドミラーもあるねで、横から見るとこんな感じです。で、後ろはウインカーのところもこれミッキーのデザインだね。で、ここに大きなミッキーのデザインがあって、ここには10周年のロゴが入ってるね。で、ここはナンバープレート MM1118 って書いてあるね。これ何の数字かな。で、ルーフの部分がこんな感じだね。で、フロントガラス、サイドのガラス、リアのガラスも全部これはクリアのイエローのガラスになってます。で、運転席は左ハンドルなんだね。サイドミラー、ここにもミラーかなんか欲しかったねで、ルーフは特に外れはしないよね。オープンカーにはならないです。タイヤはサスペンションがついてます。で、ホイールはブラックで、タイヤの部分はホワイト、これかわいいね。で、ここにも何気にミッキーかなで、裏の方には2017年ドリームスター3の写真になってるね。はい、こんな感じのかわいいデザインになってます。で、もう一台がグッディキャリーです。で、このデザインはもう毎回おなじみのデザインだね。で、正面から見るとこんな感じで、ここにも10周年のロゴが入ってます。あ、ここかわいいねミッキーっぽい耳の部分になるのかな。で、横から見ると、こんな感じの、ここの部分はシールになってるね。10周年のロゴが入ってます。で、リアはこんな感じのディズニーモータースって書いてあって、ここは塗装になってるのかな。で、反対側がさっきと違って10周年のロゴだけです。ここはプリントされてます。で、タイヤはサスペンションはないね。だけど可愛いね、ホワイトのタイヤになってます。で、裏の方はこれはグッディキャリー2013年のシャーシだから、特に今回特別作られたものではないね。で、これも何気に左ハンドルだねで、ギミック的な部分は特にないね、これはね。で、中にはこんな冊子がついてるね。中を見てみると、あ、で、こんなのもあるんだよ。2018年ディズニーモータース10周年のオムニセブン限定っていうのも、あ、オーナーズキーついたタイプだよね。あ、これ予約受付中って書いてあるね。ちょっとこれは見逃してたかもしれないね。じゃあこれも買ってみたいと思います。はい、今日はディズニーモータースの10周年アニバーサリーエディションを見てみました。で、今回のは販売店特別仕様で、これはセブンイレブンで買えるね。で、発売日は本日7月26日です。で、最近すごい暑いけど、こんな爽やかなカラーリング可愛いね。はい、じゃあ今日もおしまいです。バイバーイ。